ちゃ、こんにちは。まずはおめでとうございます。ありがとう。あ、俺じゃないか。結婚の決め手はどこだったんですか？結婚の決め手は身長差が合うっていう、うん、そんなことじゃないか。そんなことじゃない。いや、びっくりしましたよ。いや、なんかこう縁がないのかなっていうね、うん、で、すごいプレッシャーにもなるだろうし、はい、でも大谷のあの器だったら守っていけるだろうなっては思うけどね。そうですよね。そうだな。まあ、このね動画、 YouTube 動画でもずっと大谷選手を追っかけてきて、はい、まあ、でも大谷選手あれだけすごいと、でプライベートが本当に謎だったので、はい、豊川さんは、まあ、これもう野球終わってから結婚するんじゃないかとか、まあそうだね、もしかしたらね、もうしないで独身で通すのかなとか話してましたが、はい、ご結婚されたということで、まあ、よかったね。はい、本当におめでとうございます。おめでとうございます。はい、ね、はい、まあ、でも人生の先輩として、はい、まあ、これからね、まあ、やっぱ奥様はどうしてもやっぱりと注目されてしまうというか、はい、あれだけの大谷選手の妻っていうところでどこ行ってもね、なんかこう見られてしまうというか、大変な、まあ、普通とは違うよね。はい、あなたが結婚するのとはわけが違う。そりゃそうですよ。私なんかひっそりしても誰も気づかないぐらいですよ。まあ、まあ、勝手にどうぞみたいな感じでしょ。そう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 。まあでも、まあ、その大谷は多分奥さんを守ると思うし、うん、大谷のあの性格で醸し出す雰囲気、うん、もう守ってるよね。完全にそうですよね。ただあのやっぱ自分より大谷選手より奥さんの方が幸せだと感じること、そういうことが一番あの幸せになる秘訣だよ。相手の方が幸せだと思えるような、それが自分の幸せにも引いてはってことですよね。そう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 。だからまあ一つ秘訣を言うとね、はい、まあ、説得力はないと思うけど。そんなことない。まあ女房にガンガン言われるからね。まあまあまあ、でも まあね、それでねバランスが取れてればいいんですよね。まあまあ、でも本当にそういう精神で行くといいよね、うん、本当に一切ねその報道がそれまでになかったので、はい、いや、例えばどこでデートしていたんだろうとか、うん、やっぱりみんな、ね、考えちゃいますよね。まあ家でね、なんかオンラインで、ね、一緒に動画見たりとか。でもなんか後頭部を金槌で殴られたみたいな衝撃を受けたとか、うん、やっぱみんな狙ってたんだね。まあ狙ってたというか、なんかこう、まあ、ショックを受けた女性っていうのはかなりの数いるみたいね、うん、だから X でも大谷の妻に憧れるのはやめましょうっていう言葉がトレンド入りになって、いや、うちの女房もそわそわしちゃって一日何回も電話かかってきて誰か分かるみたいな、いや、なんでそんなにワクワクしてんだみたいな。いや、男って大谷が結婚するんだ、ああよかったなって、うん、でも奥さん大変だろうなっていうぐらいの感じなんだよ、はい、でも女性って違うんだね。なんかそわそわしちゃうんだね、自分のことのように。どんな人を選んだのかとか、まあそうだなっていうのはやっぱ気になりますよね。はいはいはい。ただやっぱりね、大谷選手はそこは明かしていないので、いや、どうしてもネット上では憶測というか、うん、奥さん探しが始まっちゃってるっていう今。まあ興味はあるよね、多分ね、まあ、そうですね、どんな方なのか、まあ、どんな方かっていうか、うん、男の立場からするとよ、はい、まあ大谷選手が選ぶんだから、うん、それ相応のしっかり者だし、うん、まあちゃんと夫婦生活をね、うん、バランスよく取っていける人なのかなって思うぐらいだけども、うん、なんでそんな探す必要があるんだよ。いいじゃないか、誰でも結婚したって。確かに、ただ気になるんでしょうね、お相手の方、ね、どんな、まあ、一説によると、まあ、報道されてるのは、報道っていうか、うん、いろんな記事になってるのは、うん、まあ、バスケット選手だったんじゃないのかとか、うん、まあ、いろいろ憶測は飛んでるけどもね、うん、まあ、これ発表になるまではちょっとわからないし、まあ、発表しないかもしれないですね。だからもうそっとしといてあげたらいいんじゃないの、そんな。確かにもう、ね、と思うけどね、俺は、うん、でも人間って不思議なものですね、うん、知らないと知りたくなっちゃうんですよね、まあ、そうだな、不思議な感情ですよね、うん、いやだから芸能人の方も、まあ、例えばゆりやんさんが、いや実は重大な報告がありますって言って、あの大谷選手の発表の後にこうやったんですよ、爪を切りましたっていう、これでえ、もしかしてゆりやんなんですかみたいな、相手はみたいな、ありましたもん。まあ、お笑いだよね。はい、まあまあまあね、うん、まあでもそれがねすごい話題になるっていうのは、うん、やっぱそれだけやっぱ偉大な選手というかね。いや、そうですね。まあ、そうなんだよ、うんうん、でもなんかここからやっぱどうしても例えば野球とかスポーツって、多分この奥さんと結婚してからすごく調子がいいよねとか、はいはい、
調子が悪いよねとか、なんか周りって言いがちじゃないですか。まあ言われがちだけどね、うん、まあ多少なりとはあるよやっぱり。あ、そうなんですね。まあ一人から共同生活になり、はい、夫婦生活を送るわけだから、うん、まあその影響が出る出ない、うん、まあこれはね多少なりとはあると思うよ、うん、だからまあいい方に行くと思うよ、大谷選手は。その証拠にオープン戦絶好調だから、うん、今打率すごいんですよね。あの移籍してやっぱやらなきゃいけないとか、うん、その多額の契約金があってみたいな、うん、やらなきゃいけないって力み全くないもんね。普通にできてるもんね。それがすごいですね。いやだからそこら辺の器のでかさっていうのがすごく感心するというか、はい、だから俺がチームを引っ張ってやるみたいな、うん、まあ、そういう責任も感じるし ね、だからすごいなと思う。そうですよね、うん、仕事は仕事、家庭はプライベートはプライベートっていうのをなんかしっかり区切ってくれそうというか、区切りそうな感じもしますよね。まあそうだね、うん、まあ、区切るというかずっと野球だと思うよ。だからそれにやっぱりこう、まあ、仮にスポーツ選手の奥さんだとしたらやっぱ協力は惜しめないという、うん、まあ、ダルビッシュのところもそうじゃない。そうですね、奥さんがやっぱりね、うん、アスリートで、はい、でやっぱそのトレーニングだとか、うん、そういうのも一緒にやったりだとか、うん、まあ、そういう夫婦関係ってすごくそういったことも時間の共有ができるからさ、はい、だからほったらかしじゃないわけじゃない。はい、だからまあすごく素敵だなと思うし、まあ、大谷選手のところもそうなっていくのかなっていうふうには思うけどね、まあ、勝手に決めつけて言ってるけど。そうですね、まあ、そうなれば、はい、やっぱあのなんていうの、大谷選手ってもうストイックに、うん、おそらくやっぱそのもらったお金の責任もあるだろうし、うん、まあ、やっていくと思うんだよね、うん、まあ、二刀流も続けて、うん、やっぱプライベートの時間というかトレーニングに費やす時間というのは相当多くなると思うんだよ、うん、でもやっぱり理解がそこにあればね、うん、すごくうまくいくだろうし、はい、まあ、その一番の応援者だと思うし ね、 そうですね、うん、だからいい関係は築いていけそうな感じだよね。ですよね、はい、で外でねプロ野球、まあ、プロ野球とか MLB っていうそのすごい世界の中でこう、ね、活躍というか大変な思いをされて、だからこそ家に帰ってきた時はほっとしたいとか、だから豊さんも例えば外で公演とかテレビとか YouTube とかあって、で家帰ってきてやっぱりそこがほっとする場所とか、まあそりゃそうだよね、ありますよね、うん、まあ、女房の顔見るとほっとする時あるよ。ああ、やっぱりそっか。うん、元気な時ね。元気な時、どっちがですか。いや疲れてるんだよ女房も。時間に追われるから、はいはい、あ、だからほっとする時あるよね。そうですよね、うん、だからなんかこう、 もう野球とは離れて例えば違う話をするとか、例えば動画を一緒に見るとか、なんかそういうリラックス。小さすぎるわ話が。だから豊さんとこは例えばプライ家では、例えばどんな話するとか共通の趣味とか、まあ、ゴルフとか一緒に行くしな。ああ、うん、それいいですね、まあ、それはそれでいいんだけど、ね、例えば家で同じ例えば韓国ドラマ見るとか、あ、映画をでもたまに見るときもあるね。で、まあ、でも映画の時は映画館行ったりだとか、うん、いいですね、まあ、行ったりしたりはするんだけども、うん、共通の時間というかね、まあ、そういうのがあればいいと思う、うん、まあ作るよ、心配すんな。何心配してんの。いやいやいや、いい、なんかそういう場所ができたのってまた一ついいな。まあまあそうだね、リラックスっていうかね、うん、まあ一人じゃない、うん、あのデコピンだけじゃなくて。そうですよね。でももうデコピン買った時点でお世話する人がいるんだろうなっていう気づいてた人はやっぱいるみたいな。まあそりゃそうだね、うん、誰が通訳はついてるしなみたいなね。そう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 、だからまあそういうのはね、うん、あれだけども、まあ、だけど、まあ、発表してからまたねオープン戦も絶好調というか、はい、ね、あのやっぱ打ち方っていうのはもうすごいな、うん、何投げても対応するな、すごい、さらに進化してるんですね。いやだからあの三冠を取るんじゃないかなと思う。おお、まずは、はい、で肘が治ったらサイヤング行くんじゃないかっていう、両方なんかねそういう可能性がもうなんかこう感じるんだよね、うん、で2012年のカブレラ以来三冠王って出てないんだけども、まあ、その数字が44本の、まあ、3割3分の130打点ちょっと超えたぐらいかな、これ普通に考えたらクリアしてきそうだもんね。そうですよね、だからその数字をクリアすると、うん、なんか三冠王っていうのがプラス盗塁王も取るんじゃないかなっていう、はい、うんうん、すごいと思うよ。
それでその可能性があるわけだからすごいよ。この可能性だけでもすごいけど、それ今年三冠王っていう可能性も十分にあるってこと。いやもう打者専念だからね今年は、うん、だから余計なこと考えなくていいから、はい、で余計なトレーニング、まあピッチャーのトレーニングも続けていくだろうけども、うん、まあ打者専任だからね、はい、だから三冠王っていう可能性は、うん、俺は大いにあると思うし、プラス盗塁王、可能性あると思う。そうですね、うん、まだまだ進化止まらないというか、成長がね伸びしろがあるというか。俺はねよくあの YouTube で地球には宇宙人がいると、はい、人間の格好した、うん、じゃないかなと思うんだよねなんかそれ前も言ってましたよね。いやいやこれは本当にこんなの可能なのかと思うぐらいすごいよね、うん、すごいですね。だから宇宙人なんだと思うけどな俺は。宇宙人が結婚したと人間界の。いやなんかそういう疑いも出てくるぐらいすごいよね。だってピッチャーでもあるわけですからね。あんな爽やかで、ね、顔ちっちゃくて顔ちっちゃいのが羨ましいんだよそういやそれであろう肉体でしょ。いやたまらないですよ ね、うん、投げては165へ、はい、打ってはホームランを、はい、いるかこんなの。ミスターパーフェクトですよ。で性格も良さそうだし、そう明るいしなあ、であれだけ注目されてんのに嫌な顔一つしない。そうなんですよ。どんなんだよ、うん、なんかパーフェクトすぎて。そうですね、人間離れはしてますね。いやそうだろ、そう思うだろ、うん、なんかそれを苦しげにやってるんじゃなくて楽しげにやってるっていうのがすごいよな、うんうん、どうします、家帰ったらチャックビーってやって全然。いや可能性あるよなそうそうそう、こんなちっちゃかったし、ね、それはまた可愛いんですけど可愛いよな、うん、横ピンに遊ばれてたらベロンベロンってゴロンゴロンって転がってて、そうで、ね、チャックまたしてちょっとビョーンってなるっていう。いや本当アニメ漫画ですよ本当に。いや本当漫画の世界が実現してるっていうような感じだよな、本当、うん、そうですね。でも漫画でも描けないんじゃないの、二刀流でこんなになるっていうのは、うん、できないと思いますよ。そうだな、漫画が困ってると思う、うんうん、行かれちゃったからさっき二刀流、いや三刀流ってどうやって演じるかなみたいな、うん、ですよね。ああいやでもねこれからね、うん、大谷が絶対取る賞、はい、奥さんを発表したら絶対取る賞は、うん、なんか夫婦の賞ってあるじゃん、ベストカップルとか、ベストカップルとかですか、とか、うん、あれは絶対取るから日本で日本で俺は絶対取る。まあアメリカでもあったらアメリカでも取ると。ああ何かねそういうの、うん、ただ そういう時で初めて奥さんをお披露目するのか、奥さんは一般の方なので。いや俺はねそんな隠し通さないと思うよ、大谷の性格だったら。本当ですか、うん、やっぱこうちゃんと出してあげると思う。そういう時じゃないとひっそりなんかこう影みたいに隠れてるの嫌じゃない、うん、まあ確かにそうですよね。なんかいつもなんかこそこそしてる、うん、まあしてなくてもなんかそんな感じに見られるっていうの嫌じゃない、うん、だから俺は大谷は叱るべきところでパンと出してくると思う。あの、ね、メジャーだとね一緒にレッドカーペットだったりありますもんね。そうそうそう、うん、もうレッドカーペットじゃないもう金のカーペット大谷は金がアメリカでどういう意味を持つのか分かんないけどなんか金はなんかすごく赤より高級な感じがする。しない しますね、高そうだし、うん、眩しいかも分かんないけど逆にね跳ね返ってねまあまあだけどおめでとう続きに今年の可能性をね話していったけども、うん、なんか本当にあの三冠王とかね、はい、奥さんのために取るような、うん、俺はそんな気がしてならないんだよね。そうですね、はい、奥さんのために捧げるタイトルもそうだ、ね、はい、ぜひ取ってほしいです、はい。